1796年の番の差し絵、危険な関係は、1782年に、フランスの作家ピエール・ショデル・ロド・ラクロによって書かれた、175通の手紙で構成される、書簡対小説。18世紀後半のフランス貴族社会を舞台に、貴族社会の道徳的大敗と風紀の敏乱を、往復書簡という形で滑車した。なお、ラクロの本職は、職業軍人であり、 恋の駆け引きの描写は本格的な心理戦の域にまで達していると評される。メルトイユ公爵夫人は自分を裏切った愛人が15歳の清純な少女、セシルと婚約したことを聞く。愛人への復讐のために、メルトイユは以前から関係のあるバルモン主爵にセシルを誘惑して堕落させるように依頼する。だが、バルモンは定説と評判の高いツールベル。 法院長夫人を誘惑し落とすことに興味を持っており、メルトイユの依頼を一旦は断る。しかし、セシルの母ボランジュ夫人が、ツーレベル法院長夫人に、バルモンのことを非難し近づいてはならないと忠告したと聞き、ボランジュ夫人への復讐のために、バルモンはメルトイユの依頼を受ける。メルトイユ公爵夫人とバルモン死爵、二人が仕掛ける大敗に満ちた恋愛ゲームが始まる。 ありがとうございます。